耳で読む。猫による人間のしつけ方。1-2。人間の家を乗っ取る方法。2。聞き物語。2人は朝食の手を止めて振り返りました。網戸の向こうから私がどんな風に見えるか自分でもよくわかっていましたとも。なんて可愛いの。なんてかわいそうなの。私はずっとニャーニャー泣きながらわざと網戸から落ちてはまたよじ登ることを繰り返しました。女の人が言いました。ほら見て、かわいそうに。中に入りたいのよ。お腹が減ってるんじゃない?ミルクをあげましょうよ。狙い通り。もうこっちのもの。あとは、ドアの中に一歩でも踏み込めさえしたら。ところが、ことは、そう簡単には運びませんでした。男の方。その男と来たら、テーブルをげんこつで叩き、椅子をきしませて、猫なんか大嫌いだ。家の中には絶対に入れないぞ、と大声でわめいています。それから、猫がどんなに愚かか、どこにでも潜り込むし、家具に爪を立てるし、家中が臭くなる、と、決まり文句を並べ立てました。役立たずの怠け者だ。そいつに何か食わせたいなら、納屋でやってくれ。いいか、絶対に、家の中には入れるなよ、と、怒鳴り散らす始末です。ふーん、と、私は独り言を言いました。一戦交えたいというわけね。いいわ、お相手するわよ。信じてもらえるかしら。私は、こういう相手に会って、むしろ嬉しかったくらいなの。これは挑戦でした。何が面白いと言って、猫嫌いだと思い込んでいる男を降参させるくらい痛快なことはありません。でも、その時の私は、そんな思いをお首にも出さず、胸をかきむしらずには置かない声で泣きながら、網戸に飛びついたり、落ちたりを繰り返していました。女の人はドアを開けると、私を中に入れ、男の人に言いました。ね、そんなに怒鳴るほどのことじゃないわよ。この子に、ミルクをちょっぴりあげて、それから外に出せばいいでしょ?ここで学んでほしい教訓。男は怒り、文句を言い、怒鳴れば怒鳴るほど、女から無視されます。彼は、まだ、ブツブツ言って反対していましたが、この私は、一体どこにいると思う?ちゃんと家に入って、お皿のミルクを舐めてるところ。中に入りさえすれば、どう振る舞えばいいか、よくわかっていました。というのも、私の母も、やっぱり気難しい男の人を相手にした経験があって、男とはどういうもので、どう扱えばいいのか、ちゃんと教えてくれたのです。私は、男の方は、ひたすら無視して、女の人に甘えました。彼女は、私に、いい子、いい子、おちびちゃん、にゃーにゃ、かわいいみーこ、などと、柔らかなくすぐるような声で話しかけました。そうして、もちろん、奥さんが私を構えば構うほど、男は、ますます頭にきて、ついに大声を上げました。オーケー、もうたくさんだ。そいつを外に出してくれ。奥さんは、もちろんよ、あなた。そうしましょうね、と言って私を抱き上げ、ドアの外に置くと、私に向かって、さ、猫ちゃん。どこかへ行きなさい、と言いました。でも、私は、それが本気でないと分かっていたので、すぐに網戸に飛びついて、中に入れてと泣き続けました。とうとう男は怒鳴りました。ほら見ろ。だから言ったじゃないか。もっと遠くへ捨ててこいよ。奥さんは、言われた通りにしましたが、彼女が背を向けると、すぐさま、私は、後を追って、家まで戻ってきました。3回もです。男は、支度をして表に出て、車に乗り込み、私たちのやりとりを見ていました。4回目に、とうとう、私は、惨めな様子で、茂みの下に座り込みました。男は、奥さんに行ってくるようなキスをすると、車を出す直前に、ちらりと振り向いて、一人ぼっちで座り込んでいる私を見ました。私は満足でした。これで、彼は、
哀れな子猫のことを思い出しては、一日中嫌な気分で過ごすことでしょう。もちろん、車が角を曲がって見えなくなるが早いか、奥さんは家から出てきて、私を抱き上げ、中に入れてくれました。私の予想通りに。彼女は、物分かりが良くて、私たちは、一日楽しく過ごしました。